5品目の頃の表示。後にエビ、カニが加わり7品目となっている。特定原材料とは、日本の食品表示の一種で、食物アレルギーの原因となる食品の使用の有無を、包装その他にて表示するものである。主に、卵、小麦、エビ、カニ、蕎麦、落花生、七である。発症数や重篤度から勘案して、 食品衛生法第19条第1項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令で7品目について特定原材料として表示を義務づけるとともに通知で特定原材料に準じるものとして21品目の表示を奨励している。校舎の表示は任意である。特定原材料と特定原材料に準じるものを合わせて特定原材料等として扱われる。 アレルギー患者の商品選択に資するように、食品メーカーが特定原材料等を使用しないで、食品を製造した場合には、使用していない旨の表示を行うことが勧められている。なお、特定原材料等の表示について、アレルギー物質を含んでいることを容易に判別することができる食品については、表示を省略できる。食品衛生法第19条第1項は、 内閣総理大臣は、一般消費者に対する食品、添加物、器具または、容器包装に関する公衆衛生上必要な、情報の正確な伝達の検知から、消費者委員会の意見を聞いて、販売のように供する食品もしくは添加物または、全条第一項の規定により規格もしくは基準が、定められた器具もしくは容器包装に関する表示につき、 必要な基準を定めることができる都市、道場第2項は全項の規定により表示につき基準が定められた。食品、添加物、器具または容器包装はその基準に合う表示がなければ、これを販売し、販売のように供するために陳列し、または営業上使用してはならないとしている。日本ではかつては厚生労働省が担っていたが、 平成21年9月1日より内閣府の外局である消費者庁へ移管され引き継がれた。それまでは食品衛生法や健康増進法の規定に基づく食品表示等に関する業務は厚生労働省が担っていた。企業防衛や原材料調査の負担回避を狙いとして入っているかもしれないなどの可能性表示がなされると、 結果的に消費者の商品選択の幅を狭める恐れがあるため、このような可能性表示は認められない。一方で食品に関する想定外の原材料の混入に関する注意喚起表示がなされているケースもある。食品衛生法第19条第1項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令別表第4により特定原材料として定義される。 現在は7品目。内は認められる代替表記等の例。卵、卵、卵、鶏卵、うずら卵、マヨネーズ、オムレツ、目玉焼き、カニ玉、オムライス、親子丼など、小麦、小麦、小麦,小麦粉、パン、うどん、焼きそばなど、エビ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 フライ、エビ天ぷら、桜エビなど、カニ、カニ、カニ、上海ガニ、松葉ガニ、 カニシューマイなど、蕎麦、蕎麦、蕎麦きなど、落花生、ピーナッツバター、ピーナッツクリームなど、七、牛乳、加工乳、乳飲料など、通知により特定原材料に準ずるものとして表示が推奨されるもので、随時改定が行われ、2019年時点で21品目が定められている。内は認められる代替表記等の例。 アーモンドアワビ、アワビなど、イカ、イカ、スルメなど、イクラ、イクラ、スジコなど、オレンジ、オレンジジュースなど、カシューナッツ、キウイフルーツ、キウイなど、牛肉、ビーフなど、クルミ、クルミなど、ごま酒、サーモン、鮭など、サバ、サバなど、ゼラチン、板ゼラチン、粉ゼラチンなど、大豆、大豆、豆腐、豆腐ハンバーグなど、鶏肉、チキン、焼き鳥など、バナナ、 バナナジュースなど、豚肉、ポーク、豚生姜焼きなど、松茸、松茸など、桃、桃、ピーチ、ピーチペーストなど、山芋、山芋、とろろなど、りんご、りんご、アップル、アップルパイ、りんご飴など、ありがとうございます。